2017年2月、ICC カンファレンス福岡2017が開催されました。ICC パートナーズが主催する ICC カンファレンスは、新しい産業のトップリーダーが一堂に会する日本最大級のイノベーションカンファレンス。第一線で活躍する経営者、経営幹部、プロフェッショナル160名以上が登壇し、3日間で業界の動向やマネジメントに関する質の高い意見交換が行われました。カンファレンスを運営するのは ICC カンファレンスのコンセプト、共に産業を作るに共感する総勢60名のボランティアスタッフたち。今回の動画では ICC カンファレンス福岡2017、3日間の運営チームの奮闘に迫っていきたいと思います。こんにちは、 ICC スタッフの竹内です。 ICC カンファレンスは3回目の参加になります。普段は転職サイトの会社でマーケティングの仕事をしていますが、 ICC では受付やインタビュアーなどをさせていただいております。今回は3日間 ICC カンファレンスの運営スタッフの様子を皆さんにお届けしたいと思います。 ICC カンファレンス前日、運営チームが翌日の本番に向け集合しました。 ICC スタッフにとってこのコミュニティはカンファレンスを通じた学びの場でもあります。スタッフコミュニティは経営者から大学生まで、さまざまな分野で活躍する人材が集まり、お互いの持つ知識や経験を共有することで、一人一人の学びや成長につながり、将来的な産業の大きな発展へとつながっていくのです。共に産業を作ろう！全員が ICC カンファレンスの運営チームに自ら応募し、主催する ICC パートナーズと面接をしてスタッフとなったメンバーです。カンファレンス開催中の数日間の業務にボランティアとしてつくことになります。 ICC カンファレンスの会場へとやってまいりました。ただいま準備の真っ最中です。さて、ICC カンファレンスのスタッフは大きく受付チーム、メディアチーム、会場運営チーム、誘導チームのいずれかの部署を担当することになります。ここ受付で活躍するのが受付チーム、来場者の皆様を ICC カンファレンスへご案内する部署です。それでは明日への意気込みを一言聞いてみましょう。やっぱり一番最初にカンファレンスに来た時の顔を見ていただく、スタッフになるので、しっかりと元気に明るくっていうところは基本なんですが、しっかりと心遣いみたいなところも大事にしたいので、何でしょう、何でも聞かれたら答えられるようにしたいと思います。受付として意識していることを教えてください。そうですね、それに続くんですけど、やっぱりプロの方たちが来られるので、僕らも当然プロとして見られているというふうに自負をしておりますので、やはりプロとして、きちんと分解できるようにしたいなと思ってます。 ICC カンファレンスセッション会場へやってきました。たくさんの椅子が並んでいます。明日はこの椅子にたくさんのお客さんがびっしり座ることになると思います。私も楽しみです。この会場で活躍するのがメディアチーム。メディアチームはセッションの内容や ICC カンファレンスの様子を ICC のホームページやさまざまな SNS でリアルタイムに配信、この場所以外の方々に情報を発信していくチームです。今回 ICC に参加して学びたいこと、得たいことを教えてください。今回はFacebook ライブを初めてカタパルトで中継しますので、そこでどのぐらいですね、臨場感ある映像を伝えられるかどうかというところが最大のチャレンジかなと思っています。
しっかりとこのカンファレンスの熱気を、皆様に、この時空を超えてですね、空間を超えて伝えられるように、頑張っていきたいなと思います。以上 ICC カンファレンスの前日準備の様子をお届けいたしました。ICC カンファレンス福岡2017当日朝を迎えました。さてこれからどんな3日間になるんでしょうか。 ICC カンファレンス福岡2017はカンファレンス参加者の3分の1が登壇者という密度の濃いカンファレンスで、4会場同時進行型のプログラムが特徴です。組織開発やファイナンスといった経営テーマからIoT やモバイル動画といった現在注目を集める産業トレンドまで、さまざまなテーマでセッションが企画されています。カンファレンスの参加者は自身が持つ興味や経営課題に合ったセッションを選択し、プログラムをパーソナライズすることができるのです。運営チームは常に参加者に気を配り、質の高いカンファレンスをご提供できるよう運営に力を尽くします。現在 ICC カンファレンスが開催されています。来場者の方々は受付を済ませセッションをご覧になられているようです。こちらが A 会場です。中の様子を見てみましょう。 A 会場でも登壇者の白熱した議論が繰り広げられています。そして各会場を統括しているのが会場チーム。会場チームは各会場の細かい段取りやステージ上のセッティングを行い、セッションがスムーズに行われるようにサポートをしているチームです。会場チームで気をつけていること。会場の中で、参加者とまた講演者の方、一つも、こう違和感を感じさせないように気をつけるというのが一番気をつけていることだと思います。自分のマニュアル一つ読んだところでも他のメンバーは違った細かい点に気づいていたり、そこの視座の高さにすごいいつも驚かされるので、今回も新たな B 会場メインのセッションですけども、多くのメンバーから細かい点、視座の高さに驚かされていて、それが今回また新たな気づきとしてありました。スピーカーラウンジにやってきました。登壇者の方が次のセッションまでの打ち合わせを行っています。ここでも多くのスタッフたちが登壇者をサポートしています。彼らはスピーカー誘導チーム。登壇者の方を会場までお連れし、セッションが始まる前までサポートする役割です。ではスピーカー誘導チームとして心がけていることを教えてください。はい、そうですね、私たちはやはり、会場まで、スピーカーの方々を誘導していきますので、まずはちゃんと決まった時間に皆さんをまず誘導するということを守っていること、そして私たちがスムーズに行くことで会場の方にも安心してつなげられるので、そこだけ心がけています。経営者の方々の熱量だったり、講演中にもいろんな急にその質問来ますかみたいな話もいろいろ出るんですけど、そういう時に出てきたひらめきとかアイデアっていうのが、非常に面白かったりとか、ここでイノベーションって起きるんだなって瞬間を少し見れているので、それを持って帰って自分なりにもまたそれを自分の中で意図的に起こせるような環境を作っていきたいなと思ってます。はい、ランチ会場にやってまいりました。美味しそうな料理がバイキング形式で並んでいます。皆さんランチ片手に積極的にネットワーキングされているところです。ランチはただの休憩時間ではなく、スタッフ同士にとって大事な時間。楽しく食事をとりながらお互いの近況を報告したり、悩みを相談することもあります。運営チームは一生の仲間と出会い、仲を深められる場でもあります。 B 会場、F 会場では特別セッションが行われます。ここでは他の会場とは異なり、クローズドな環境でセッションが行われています。実は私は今回ナビゲーターとしてこちらのインタビューをさせていただく予定です。今からドキドキしています。私はリディラバの阿部さんと e エデュケーション三輪さんによる今
社会課題が熱いというテーマでインタビュアーを担当しました。日本と途上国の社会課題の現状、それらの解決策、また企業を巻き込んで社会課題解決を推進していくためにはどうしたらいいかといったテーマで75分間ノンストップで盛り上がりました。特別セッションはクローズドな雰囲気の中で登壇者同士が本当に聞きたいことを聞き、深い対談を行います。また同じ産業で事業を展開する登壇者同士が産業の課題や事業ノウハウの詳細をシェアするセッションもあります。こうした通常セッションとは違った場で登壇者の本音トークを聞けるのはスタッフの特権といえます。こうして3日間に及ぶカンファレンスが終了。総来場者数約500名、多くの参加者に最高だったとコメントをいただき、満足度の極めて高い数日間を作り上げることができました。アフターパーティーに来ています。ここでは ICC カンファレンスの打ち上げが行われています。それではスタッフに一言聞いてみましょう。大学生最後の参加どうでしたか？社会人になる上でたくさん悩むことってあると思うんですけど、こうやって社会人の先輩方とつながれたのは私にとってすごく大きなつながりで、自分が困った時もこの社会人の方々がどういうふうに乗り越えられてきたのかなとか、この人だったらどうやって考えるかなっていうのを間近で見ることができたので、自分のこれからの社会人生活に生かしていけると思います。とにかく一言で言うとすごい楽しかったなっていうのが第一印象です。言われたことをやっぱりただやる、ただ 100% こなすんじゃなくて、じゃあその言われたことの意図をしっかり理解した上で、じゃあその先に必要なことって何だろうっていうのを自分の頭でしっかりと考えて、でそれを行動していく、でそれをどんどん皆さんが自分発でどんどんやっていかれてっていうところで、本当になんか100が120になるとかじゃなくて、もっと200、300になっていくみたいな組織が ICC かなと思っていて、ぜひなんか自分の会社でもそういう組織作りとかマネジメントとかしていければなと思ってます。次回の ICC に期待することは？期待することはですね、産業を共に作ろうっていうテーマがあるんで、なんか話してるだけじゃなくて、これが半年後とかにはもっとこう形になってるとか、ここのカタパルト含めて出会いがあったからこそなんか生まれたっていう、なんかこう上ってる感が出るのをすごい期待してます。 ICC カンファレンスでは会を追うごとに新しいポジションにチャレンジさせてもらえるので、本業以外でこういったチャンスを得られるのはとても貴重だと改めて思いました。そしてセッションからは自分の仕事や生き方を考えるヒントをたくさんもらいました。また私自身、イベントは比較的たくさん参加しているのですが、中でも特にクオリティの高い ICC カンファレンスの裏側を知れることは、イベントの運営だけでなくサービスやビジネスを考える上でもとても参考になります。起業家や経営者、そしてスタッフの志と熱量の高さに毎回良い刺激と危機感と焦りを感じて帰っています。皆さん、3日間にわたる運営スタッフの様子いかがでしたでしょうか？運営スタッフにご興味がある方は ICC カンファレンスのホームページをぜひ見てみてください。ICC カンファレンスでは情熱のあるスタッフが皆さんをお待ちしています。それでは次回の ICC カンファレンスでお会いしましょう。